吉田さん、確かにね、私がね、六本木ヒルズの、なんか飲み会ですか、あれに参加したんですよ、私の奥さんと一緒に。まあその時に、まあ耳に聞こえてきたのが、おい吉田のやつ大丈夫か、おなんか、勘違いしとるで、あの再生数でやっていけるとは思われへんのや、みたいなね、噂を聞きました、私はね、噂を。勘違いだったかもしれませんけども、そんな、会話がどっかからトワフワフワって聞こえてきましたね。あでもその時私は吉田さんとのこうやり取りをすでにしてたんで、やっぱり楽ではないけどもね、それこそ自転車操業みたいな感じかもしれないけども、少ない再生数でたった一人でスタッフもなくね、いや生きてるなと思ったんですよ。やってるなと。うん。でそこはいや私自身ね、少ない再生数の時にやっぱ稼いできたんですよ。で YouTube からの広告収益はなかったけども、でも YouTube から売り上げを上げてきて稼いできたんで、それこそね、私の最初のネットビジネスって言われるストーリーっていうのは、Facebook に500人ぐらいの友達しかいなくって、それもリアルの人がほとんどだったんですよね。リアルで名刺交換したり、業種交流会ランチ会に出会った人と、まあ Facebook で友達申請していいですか、この写真ちょっと Facebook に上げさせてもらっていいですかみたいなね、まあ、そんな本当にローカルな中小企業の、親父みたいなのがね集まった、そういったグループでこそこそやってるような、そんな Facebook ですよ。だから最大マックス500アクセスしかないわけですよ。でも大体そのうちの1割弱にとどまるじゃないですか。いいねがついたりとかね、コメントがついたりとか。それこそ Facebook そんなに頻繁にやってたわけじゃないですから、麻雀っていうのは大事ですから。じゃあ自己アフィリエイトを中心とした速稼塾ってものをそこで集客するときにね、 Facebook に記事あげますわ。当時は YouTube もそんなにバンバン使ってなかったんですけども、まあ Facebook に記事あげてやりますよって言ったらね、まあ50人ぐらいの人が1ヶ月ぐらいで来てくれたわけですよね。まあその人に19,800円ずつ講義代いただくしかないじゃないですか。そうなるとざっと100万、まあ実際の入金は80万ぐらいだったんですけども、割引もしましたんでね、まあ、80万ですよ。私としては、初動で80万なら結構いけるなと思いました。でもさすがに、この80万で、じゃああれこれ自由にできるかなと思ったら、そうとも限んないし、あとはね、その人から次の時も売り上げを取んないといけないなと思ったわけですよ。ですから、自己アフィリエイトセミナーの次っていうのは、ブログセミナーっていうことにしたんですよね。ブログセミナーの次は、ブログにアクセスを集めるためのツイッターセミナーみたいなんで、どんどん続けていって、で最終的に10個の講義にして、10個目の講義っていうのはコンテンツ作成&販売編っていうことにして卒業ってことにしたんですよね。それを10個のコンテンツを人類のサイトにまとめて、今度は19万8000円で出したっていう流れで、速稼塾っていうのはやっと足場ができたんですよね。そうやって最初はたった一つの手法しかなくって、500人以下の見込み客しかいないところからなんとか少しずつ始めていって、で最初の入金があったんで事務所を大きくして、引っ越して、家賃滞納も返してみたいなことして、少しずつ進んでいってね、それが最初は本当に行ったり来たりの、それこそ自転車操業ですよ。で麻雀店の経営をやめて諦めて、である程度自由に活動できるようになった時に、まあ、吉谷さんのこともやっぱり意識しましたよね。2015年には吉谷さんに、広島に来ていただいて、初めての、一緒のセミナーをね、広島セミナーをやって、それも一つの励みになりました。それから吉田さんが東京を離れて、うんぬんかんぬんっていうところで、まあ私もね、都市部を離れてこの田舎に来たわけですよ。いやでもね、自分の家を買った時に、ネットビジネスで買ったんだっていうふうにね、まあずっと見てくれてた吉田さんに、お見せできたのは本当に良かったなと思う。ある意味自分の、俺はやったぜって誇りでもあるし、自分のことを取り上げて吉谷さんもいろんな人に俺のことを話してくれ、自慢してくれっていうところもあったし、私がうまくいってね、あれほどはっきり分かるような形でこの家っていうものをね作って購入して住んでいるところ、未だに住んでるでしょ。だからこれっていうのは吉谷さんのある意味自信にもなると思うんですよ。少ないアクセスでもちゃんとサポートをして、億万長者合宿みたいなイリュージョンツアーも繰り返しやって、そこでも人が常にいるみたいな状態を作ってね、いや全然少ないアクセスでやる
難しさや楽しさもあるよみたいな、現実だよこれがってところですよね。だから途中から私もね、うん、そうだよねと、少ないアクセスでも売り上げは取れるよねと。まあなんせビジネスってのは与えられた環境で最大限の結果を出すことなんで、アクセスが少ないから売れませんでしたじゃなくって、アクセスが少ない時にはどうやりましたで、どんな売り上げを作りましたっていうところがビジネスの結果が大事なところですよね。で、仮に結果が出なくても少ないアクセスでやろうとしたこと、これっていうのはやっぱ消えないと思うんですよ。で、また少ないアクセスで何かをやろうとした時にやっぱり低アクセスでもちゃんと売り上げが取れましたみたいなね。思えばプロダクトローンチっていう本が出て、それを買ったんですけども、最初リストは16人だったそうです。それでも700万の売り上げを作ったって言ってましたからね。で、そっから私は思うんですけども、これは六本木ヒルズで教わったことなんですけども、フォロワーが1万人10万人いなきゃ売れないっていうのは違うんだよと。なんなら1でもいいんだよと。フォロワーが1でもちゃんと信頼関係ができていれば、その人の必要なものを提供してあげれば売れるのが情報ビジネスだっていうふうなことを聞いたような気がするんですよ。で、まさにね、私も世の中からいろんなサービスを紹介されて、いろんな商品を紹介されます。自分で見に行くものもあります。カタログも届きます。でも例えば何かを買うときって1個なんですよ。1人から1個買ってるんですよ、基本的には。だったらそれまでに比較検討したものっていうのは最初からなくても同じじゃないかなっていう極論もできるんですよ、ね、まさにそれがもうこだわり抜いたねナイト2000のレプリカ、その辺の中古車屋さんで売ってないんですよ。売ってないんだけども、その1台にたどり着くためには他の情報は必要ないわけなんですよ。だから信頼できるそういったレプリカ屋さんが1社いれば十分ってことにもなるんですよね。で、それに比べると去年買ったセルショーはいくつかの会社を掛け持ちして、その中で選んだわけなんですよ。こっちにしようかな、あっちにしようかなっていうふうに揺れたわけなんですよね。そうなったらある程度のアクセスがなければ選択肢が生まれないってことになりますけども、最初から自分の希望とか悩みとか受けたいサービスが決まっていれば別に取引先は1個でいいわけなんですよね。じゃあたまたま吉田さんの動画を見ました。あ、これなんで俺が求めてるものはでいいわけなんですよね。で、視聴者さんに対して何を求めてるのかなってことを探るために動画の量産という手があるわけですよね。反応が良かったものに対していくとか、質問があったものに対して丁寧に答えていくみたいなね。だからそれが結局サービスの原点で、それを繰り返していくから徐々に顧客数っていうのは増えていくんじゃないかなと思うんですよね。もちろん最初からインパクトのでかいものをバーンと出してね、広告ザーンとやってアクセスを急速に集めていくっていう手もあるし、リストを買ってくるみたいな手法もありますけども、そうじゃない方法もあるよねってことなんだと思うんですよ。そして数の理論に頼る大手とかね、中堅以上の方法を取れない以上、私たちは弱者の戦略、個人の戦略として少ない顧客の中からどのように最大限のサービスを提供して最大限の売り上げを引き出していくかっていうところが求められてるんだろうなと思いましたね、なんか今までのことを思い出すようなね、そんなお話になりました。ところでさっき動画撮ったんですけども、私が Facebook じゃないや、YouTube にログインするとね、いろんな動画がこう出てくるんですよ。これ吉田さんも一緒でしょ。でもポツンと1個だけ再生数30とか50とかよくて100みたいなのがあるんですよ。あとは数万とか数十万です。しかもサムネに出てる人ってある程度の有名人ばかりです。そこにポツンと再生数が2桁3桁少ない、そして一般人、それは誰かというと吉田さんたった一人なんですよね。この奇跡っていうのはすごいですよね。おそらく吉田さんにアクセスしてくる人もそういう風な YouTube のログイン画面見て、あれなんだろうこの人ってなってるはずなんですよね。ね、逆に言うとこれ私たちにとってもチャンスですよね。だって並み居る有名人とか高いアクセスの中にポツンと自分だけが普通の人、ポツンと自分だけが弱い再生数、これはこれで目立ってるんじゃないですかね。だから数万再生の中に数万再生があっても目立たないですからね。だから過去をどのように使うかっていう風なね、動画で送ってもらいましたけども、だから現実をどのように使うか、どのように使われているか、見方を変えるだけで私たちってのは結構チャンスの中に今生きてるのかもしれないですね。じゃあ